皆さんこんにちは。日本語の森の荻原健人です。今日勉強することは2つ、ほにゃららを中心にとほにゃららをはじめです。それでは1つ目見ていきますよ。名詞足すほにゃららを中心に。このを中心にっていうところがつくときっていうのは、この前についている名詞が特に多い時です。一個一個例文で見てみます。1つ目、文法を中心に日本語を勉強する。文法を中心にっていう時には、文法やリスニングだったり書くこと、その中でも特に文法をたくさん勉強している時に、文法を中心に日本語を勉強するっていう風に使います。それでは2つ目いきますよ。1年生を中心にボランティアをする。ボランティアっていうのは誰かを助けることですね。学校には1年生、2年生、3年生たくさんいますね。その中でも特に1年生を中心にボランティアをする。1年生が一番多いっていうことですね。じゃあ最後の例文見てみます。学校を中心にした生活。自分の生活っていろいろあると思うんですけれども、学校だったり、勉強だったり、アルバイトだったり、恋愛でも、学校を中心にした生活が一番いい。学校を一番重要と考える。学校を中心に。それでは今日2つ目の「をはじめ」見ていきます。これは名詞と「をはじめ」で使います。をはじめっていうのは何かを代表するっていう意味です。他にもこの前の名詞、これが一番人気っていう例が多いです。それでは例文を見ていきます。1つ目、日本の春はお花見をはじめたくさんのイベントがある。皆さん、お花見っていうのはこれです。こういう風に桜がいっぱいある中に人々が座ってみんなで話し合ったりご飯を食べたりするものです。日本の春っていうのはお花見があったり入学式のシーズンがあったりといろんなイベントがあります。をはじめって使った時には、その中でも一番有名なものが前に来る。日本の春のイベントの中で一番人気のイベントがお花見ということになります。2つ目いきますよ。東京には原宿をはじめ多くの観光地がある。日本には渋谷だったり池袋だったり浅草だったりたくさんの観光地があります。その中でも特に有名なのが原宿です。なので原宿をはじめっていうことになります。最後いきますよ。日本のアニメはワンピースをはじめ面白いものが多い。日本のアニメ、NARUTOだったりドラゴンボールだったり、皆さんたくさん知ってると思うんですけれども、いっぱいあります。その中でも、ワンピースをはじめっていう風に使ったら、ワンピースがその中でも特に有名ですよ。次に、ワンピースって2つちょっと有名なものがあるんですけれども、まずは皆さんご存知の漫画やアニメのワンピース、ゴムゴムのってやつですね。もう1個、女の子が着ている服のこと、こんな感じですね。こういう感じがワンピースっていう風に2つの意味があります。日本のアニメはワンピースをはじめたくさん面白いものがありますっていうのと同じ意味です。以上、今日は2つ、何々を中心にと何々をはじめ見ていきました。皆さんもぜひこの2つを使って文章を作ってみてください。以上です。